これから角端ばみについてお話しします。まず、花はですね3月頃に、花が咲きます。次に大きさはですね、通常2メートルぐらいのものが多いんですが、中には5メートルぐらいに大きくなる角端ばみがあります。次に常緑樹か落葉樹に分けますと、落葉樹の仲間になります。また成長が早いかに分けますと早い仲間になります。次に、剪定のポイントですが、この角端ばみは形を整える程度の、剪定をすることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。